この動画は、これらのモッドを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。というわけで、北嵯峨村開拓編スタートです。前回は、お城に立てこもっていた山賊たちを、地獄に返してあげました。今回から、北嵯峨村の開拓事業に乗り出します。当初の計画に基づき、街道を延伸しつつ、北嵯峨村を開拓していきましょう。運河村側の街道はひっそりと、ちょっとだけ延伸してあります。まずは恒例の伐採からですが、装飾用の葉っぱも補充しておきましょう。運河村で予想以上に消費していましたからね。あ、勢い余ってハサミが。ついつい、夢中になっちゃうんですよね。まあ、こんなこともあろうかと、予備のハサミを携帯していますがね。今度は壊さないように注意しましょう。そして、葉っぱを求めて上ばかり見ていると。落ちます。深い渓谷でなくてよかった。大量の資材をカバンに詰めているので、一度ロストすると大変なことになります。1000個のブロックが入った袋を20個以上持っているので、ロストすると2万ブロックの建材を失うことになります。まあ、ほとんど丸石と土と木材なんですけど、ダークオークの木材は植林しないといけないって、前から散々言ってる気がするので、北嵯峨村にダークオークの植林場とか用意したいですね。そろそろハサミの耐久が気になってきた。ちょっと前にも葉っぱを回収していたような気がしますが、葉っぱを詰めた袋をどこに置いたか忘れてしまったので再収集しているっていうのはないっしょ。ハサミが壊れる前に、キコリモードにチェンジしておきましょう。残りながら、今後の計画をなんとなく考えています。もみじモッドをアップグレードしたことで、追加でお蕎麦が作れるようになりました。せっかくなので、北嵯峨村の特産品の一つとして、生産していけたらいいなとか、考えています。子供の頃は、蕎麦って、さっぱりしすぎて味気ないと思ったりもしましたが、おっさんになると、さっぱりしたものが好きになっていって、お蕎麦やそうめんの良さがわかるようになりました。歳を取ると、和食の良さがよくわかる。とか言いながら、編集中はピザとドーナッツを満喫してましたが。そんなこんなで、適度に伐採しました。めっちゃホバーベッセル使いたかった。ともあれ、伐採が完了して地形がよく見えるようになったので、整地の計画なども詰めていきます。池や川がたくさんあるので、いっそのこと一本の川につなげてしまいましょう。ついでに、お城も水で囲んで、堀のような感じにしたいですね。そんで、道路をこんな感じにしたいかな。そんでそんで、村の中心になりそうなメインストリートに駅を建設していきたいですね。あとは、空きスペースに住宅やら商店やら、畑やら植林場やら建設していきましょう。基本方針が決まったので、早速作業に取り掛かりたいところですが、その前にキノコとタケノコを回収しておきます。キノコとタケノコは共存できない。村の開拓予定地に残しておくと、村人が対立して紛争に発展する危険性があります。戦争の火種になるキノコとタケノコは全て没収し、トモッチャが責任を持って処分します。村の平和のためなのです。キノコとタケノコの炊き込みご飯とか美味しそうですよね。あ、土瓶蒸しとかもいいかな。決して自然の恵みを独占しているわけではありません。これも全て、村の平和のためなのです。最後のクワで、タケノコゲット。タケノコ一つでクワ一本を消費するので、大量確保が大変です。あ、そうそう。MCA をアップデートしたので、日本語に対応するようになりました。セリフの他に、食料も和訳されているので、取引もしやすくなりました。取引内容は食料に関連するものが多いですからね。この人は例外だったみたいですけど。あ、花のでかい村人。
トーフクラフトと、エンシェントウォーフェアと、トレインクラフトで追加される村人は、鼻が大きい、巨美種のままです。エンシェントウォーフェアの村人は金のインゴット、トーフクラフトの村人はトーフ関連、トレインクラフトの村人は列車関連のアイテムと交換してくれます。エンダーアイやエンダーパールなんかは、交易で手軽に入手したいところです。愛用のダイヤソードが炎属性のために、エンダーマンを切りつけると燃えながらどこかに消えちゃうんですよね。まあ、それはどうでもいいとして。整地する前にヘリをここに持ってきて、仮拠点として、家を一軒借りました。シンプルイズベスト。向かいの鉄工所も作業場として借りています。村の設備を普通に借りるのって、すっごい久しぶり。すっごい普通にマイクラしてる気がする。普段は普通じゃないマイクラっていうか、便利な拠点とか発電所をがっつり用意して挑むことが多い気がする。たまにはこういうのもいいね。でんでんで。まずは点在する池と湿地をつなげて、一本の川にしていきましょうかね。効率強化のダイヤシャベルをゲットしたら、整地作業も楽しくなっちゃう。一括破壊を解除して、掘りすぎないようにして作業します。地図上で川をつなげるなら、深さ1マスでも全然問題ありませんからね。ひたすら掘って、ひたすら水を流していきます。ビルドクラフトのクアーリーと水門で撤去する方法もありますが、まだ近くに発電所がないので、手作業で進めていきます。ただ、ピラーくらいなら、石エンジン直付けで起動させてもいいかな？とにかく、掘って、水を流して、水路を作っていきます。どんどん掘ります。さすがにね、ずっとピコリと整地だとね、こっちも疲れてくるのね。動画だから数分でカットされてるけど、実際には数時間頑張ってるからね。ちなみに、爆破してしまうと、後で水を流すのが大変になります。デコボコした場所に水を張る場合、ビルドクラフトの水門が便利。手作業で埋める場合は、水深1マスの方が楽です。初めから水門を使うつもりなら、もっとデコボコにしてもいいですね。水路の建設にはこれ。整地用魚雷。まあ、ただの魚雷ですけど。お手軽に水深を深くできます。穴が開くことは開くのですが、ちゃんと川にならないという点が問題ですね。後でビルドクラフトの水門で水を流しておきましょう。まあ、ぶっちゃけ、面倒になってほとんどフィラーで片付けたんですけどね。そんなこんなで、お城周辺の水路はある程度出来上がりました。次回からは護岸工事や道路作りをしていきます。今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオー。